はい、今回はね、糸島のインスタ映えスポットでも有名な立石山にね、集まりました。駐車場がですね、今回ね、ラクラクルートで、久能川の方から、久能川登山口の方からですね、登ろうと思っております。今ですね、朝、何時だ ?7 時15分、予想通り、誰もおりません。はい。こちらですね。久能川の駐車場。まあ、3台まあ、大きく5台ぐらいね、止めるそうな感じです。今日はなんとサンセットライブのですね、ピンチなんで予想通り、誰もいません。もう貸し切り状態の立石山です。それでは行ってみたいと思います。こちらね、登山口になります。今どこですか？ここでーす。うん、そうですね。先ほどね、見えた景色が、ピアノ海水浴場のね、まあ、景色見えてないんで、これから見ますけどね。はい、ということです。じゃあ行ってみたいと思います。道はね、こんな感じになっております。最初はちょっとね、木の中を進むんですけど、すぐに絶景が広がりますんでね、楽しみです。はい、登り始めはね、一応こんな感じで、木にね、囲まれた感じになっておりますが、すぐにね、砂地みたいな感じになります。結構インスタ映えスポットなんで、パンプスとかね、革靴で、気軽に行かれる人もいるんですけど、やっぱりスニーカー以上がいいですね。それでね、本格的な、ちょっとロープの、登り口もあります。大丈夫？はい、じゃあ行きましょう。はい、立石山のね、展望台付近になります。この辺ね、別に展望台が、空いてなくても、いろいろゴツゴツね、岩がありますんで、それで写真撮られてもね、まあ、無理しないように安全な場所で、写真撮影楽しまれるといいかなと思います。ここがね、ちょっと噂のね、立石山の、展望台になります。うん。今日はね、ちょっとライブの、ね、こういうのがちょっと見えちゃったりするんですけど、まだ始まっておりません。こんな感じでね、こう、岩に乗って写真を撮る方が多いんですけど、安全に気をつけてね、撮影楽しまれるといいかなと思います。うん、誰もいない。よかった。ね、展望台からの、ちょっと逆側にあるね、少し、広場になっているところです。こちらのね、こう、眺めも、確か姫路島だったかな、の方の眺め。で、この先に、ちょっとね、岩場で、わかるかな？降りれるようになってるんですけど、あの先にですね、実は飛行石があります。では山頂の方へね、向かいたいと思います。ちょっと木々に囲まれたね、道を進むんで、ちょっと涼しいね、山道になります。では行ってみましょう。もうね、あの5分で、立石山山頂でございます。ベンチがあって、こんな感じでね、山頂木札も、ございます。立石山のね、一応山頂に着きました。展望台からですね、もう5分以内でね、一応着きます。で、一応お土産でですね、山頂木札だって呼ばれるものもちょっとありますんで、糸島観光のね、ついでにちょっと行かれてはいいんじゃないですか。展望台だけじゃもったいないですね。おすすめです。はい、山頂木札なんですけども、ケアの大本ですね。観光スポット、糸島有名なね。ケアの海水浴場、サンセットの会場です。で、あと、トトロの森、こういう刻印されてますんでね。こちら、アイリス、三種会っていう方が無料で配布しておりますんで、記念に持ち帰られてはいかがでしょうか。ケアのね、海水浴場からの分はこんな感じでね、夏場はヤブになっておりますんで、ケアから上がるときはね、やっぱり、冬場がいいかなと思っております。現在8時、58分。では下山したいと思います。
やっぱり夏は朝がいいですね。はい、今回ですね、ちょっと台風の直後だったので、福野浦の方、ちょっと行きましたが、通行止めっていう感じに、直後はなっておりました。そんな時、台風進路わからないですよね。そういう時に道が果たして通れるのか気になる方は、お問い合わせ先はこの糸島市のですね、建設課ということになるようです。私もちょっとこちらに問い合わせて確認しました。時刻が今ね、9時25分。まあ、脱弾しながらね、ちょっとダラダラモードでね、ちょっと下山したんですけど、まあ、登山入門でもね、時間短いので、おすすめだと思います。暑い時期はやっぱ服の裏の方から、寒い時期はケアの海岸の方から行くのがいいんじゃないでしょうか。とっても楽しい。宝箱もあったり、飛行石もあったりとかね、面白い山です。それでは、よろしかったらチャンネル登録お願いします。